こんにちは、サンロードの花園です。今日ご紹介する商品はこちらです。じゃん、パクチーです。パクチー独特の香りがございますので、月好みが分かれる食材かと思うんですけども、こちらのパクチー栄養価には大変優れた食材となっております。まずはビタミン、目の角膜にいいと言われておりますあのビタミン A をはじめまして、その他にもビタミン B2 にビタミン C など、各種ビタミンを豊富に含んでおります。またミネラル分といたしましては、あのデトックス効果があると言われておりますカリウム、こちらカリウムをたっぷり含んでおります。カリウムたっぷりの食材といいますと、こちらのアボカドが思い浮かぶと思うんですけども、こちらのアボカドよりですね、より一層多くのカリウム含んでおります。デトックス、人間が普段生活している上で知らぬ知らぬの間に、体の中に水銀や鉛などの重金属が蓄積されまして、肌荒れの原因の一つとなったりするんですけども、こちらの、パクチーに含まれたカリウムの働きによりまして、その重金属を体の外に排出いたします。またカリウムには、余分な塩分を体の外に排出する働きもございますので、血圧が高めの方にもおすすめの食材かと思います。ただこちらのパクチー食べ過ぎますと頭痛の原因の一つとなってしまいますので、適量に食べていただければと思います。それではこちらのパクチーを使った簡単なお料理ご紹介したいと思います。簡単なのは、サラダですね。こちらの新玉ねぎ、こちらを薄くスライスしていただきまして、あと彩りを良くするためにこちらのパプリカですね、こちらもスライスしていただきまして、先ほどの新玉ねぎとパプリカ混ぜていただき、こちらのナンプラーをですね適量入れていただいて混ぜてください。その上にこちらのパクチーの葉をですね、ちぎってかけていただくだけで、美味しいパクチーを使ったサラダお召し上がりいただけます。この動画のサムネイルでですね、私が作ったパクチーのサラダ載せておりますので、ぜひご参考していただければと思います。栄養たっぷりで体にもとってもいいパクチー、じゃん、いかがでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。